デジタルカメラマガジン編集部の福島です今日はこのパナソニックのルミックス s 9こちらのカメラをですね紹介したいと思いますパナソニックの s シリーズですねこちらはまあ s 1というフラッグシップ s 1 r が4730万が相当それから s 1と s 1 h これは万画素相当としててラインナップされれいますでですでねこれが非常に人気で2400万画素相当なんですけどもフルサイズなんですね、えー、カメラとしてですね非常に人気あってコストパフォーマンスも優れているということで非常にね評価の高いカメラに仕上がっています、まあ、それのねかなりの部分をこの S9 っていうのはスペックとして受け継いでしかもこんなにね小さいサイズと。 いうことで出たとということで今話題に9っ,っ,っていう、ね、数字が与えられてるんですけどもこれはですね、まあ、今までのこの S シリーズの中で、まあ、これまでのシリーズとはかなり異なるコンセプトということなのでそれを、ね、示すためにも少しかけ離れた数字ということを狙ったようで Q という数字を当てたと、えー、発表会でも説明がありました。こちらのコンセプトはですね まあ、まさにこのね、えー、このフルサイズ3 5ミリ版、えー、フルサイズのカメラとしての表現力それから自分らしいっていうんですかね自分らしさ表現できるそれを SNS ですぐにね、えー、シェアできるそういうコンセプトを持っていますそれからまあ自分が撮りたいっていうものにすぐねアプローチができるとか、まあ、常に持ち歩きたくなるそういうデザインとサイズと。 ということで、えー、設計思想が、えー、4つ、ね、挙げられましたでそれからキービジュアルなんですけども「えー、シュート」「エディット」「シェア」という、ね、3つのこうキーワードが並んでいてその真ん中の「エディット」っていう部分に、ね、こう赤い線が引かれていてこれは「不要だ」というようなメッセージが出されています。つまり撮って編集はせずにそのままシェアできるとそういう絵作りはもうカメラの中でできますよと。 そういうね。コンセプトはこの s9 であるということになっています。はい、ええー、と注目のね。サイズなんですけども、も、まあ、フルサイズでレンズ交換式の中でまあ、世界最小というね。そういうものではないです。やっぱりあの使いやすさっていうのをね。重視したような設計になっていて。まあ実際に横幅は126ですね。それから、高さが37.9、奥行きが46.7という形になっています。で、バッテリーを含まない。 ボディ単体で403グラム、バッテリーとメディア含むと486グラムというそういう数字になっています。ちなみにねフルサイズでレンズ交換式で、まあ、小さいというカメラで言うと、まあシグマさんの FPL これがね横幅が112.6、それから高さが69.9、奥行きは45.3。 でボディ単体で375グラム、バッテリー含むと427グラムという形なので、まあ最適なこれがね一番小さくなるかなというところですね。それからソニーさんのアルファ 7C マックスですね。こちらもねかなり小さくて今人気になっている機種なんですけれども、これは横幅が124、高さが71.1、奥行きが63.4。 ボディ単体で 479g バッテリー含むと 514g という形になるのでまあそれとかなり似たサイズ感になってるかなという形になっていますねただお気付きのようにですね EVF がないんですよね。S 奈に関しては EVF がまああの装着不可能という形になっています。シグマさんの FPL は後で外付けができて、それからソニーの α7CⅡ はボディ内にね EVF が含まれているという形なので、まあ単純に比較はできないんですけども、まあそういったまあこの三つ。 フルサイズで小さくですねいつも日常で楽しめるそういうものにね1台今回ルミックス s 9が追加されたそんな形でね見ていただくといいんじゃないかなというふうに思いますはいあのボディカラーなんですけども今私が手にしてるのはこれはダークシルバーというモデルですねこれとは別にジェットブラックっていうね真っ黒のボディが ありますそれから今回ねエクステリア張り替えサービスというのを実施してましてここにダークオリーブそれからクリムゾンレッドナイトブルーという形で、まあ、RGB をね思わせる3色。 これれがね用意されていますこちらはですね貼り替えのサービスの価格が7480円それに送料が2500円かかるので、まあ、それでもねちょうど1万円を切るという価格になっています購入者はこれを預けてですね約3週間ぐらいで貼り替えをして戻してくれるという形ですこの前面の革の顔りのね部分とこのサムエストですねこう親指を当てる部分ここがね 張り替えてオリジナリティのは溢れるものになっています。なので、都合基礎色であるシルバーとブラック。それからこの3色なので計6色のね。バリエーションができるという形になっています。はい、じゃあ、あの主なで、ね、え使用をちょっとまとめてみたいと思います。まあ、先ほどあの人気あるね。 S, s 5 m II の思想がそのまま入っているというふうに言ったんですけども大ねでそちらの機能とかなり似通ったものになっているので、まあ、こんなに小さくてもですねかなり本格的なカメラに仕上がっています2420万画素の CMOS センサーであるのとそれからあの s 5 m II で搭載された増面操作 AF こちらも使えますなのでコントラスト AF と併用してさらに認識 AF っていうのを組み合わせて AF、まあ、しっかり合わせてくれるというものになっています被写体認識に関しては人物それから動物ですねこれも最新の鳥犬猫というのに対応したものになっていますしモータースポーツも車とバイクに対応していますそれから5軸のね、6.5段のデュアル IS2 に対応しているのでこれもね、しっかり手ブレを抑えた 写真を撮るのにすごく効果的かなというふうに思いますまあ、今回ねこのね一緒に発売されたこの 26mm f8 みたいにねこの OIS がねついてないものに対してもこちらがね有効的になるのでそういうのにねいいかなという形です秒30コマの連写もできますしリアルタイムラットですよねこのラットってのはルックアップテーブルですよね最近パナソニックさんはですねこのねリアルタイムラット こちらをですね、すごく前面に押し出したプロモーションをしてますけども今回の S9 はですねもうそれをさらにね使ってほしいというメッセージなんでしょうか専専用用用ボボタタン、ンラットの専用ボタンを用意していますこちらでですね、すぐにね即座に呼び出して使うことができるので今日もね実際私はこのフッサのね街並みを撮ってみたんですけどもここから呼び出して簡単にねモードを切り替えてこのカラーモードを楽しめるそういうね えー、ものに仕上がっています、はいえー、で実際のね、えー、リアルタイムラットなんですけどもその操作方法なんですが、えー、専用ボタンをまず押してそれから前のねダイヤルを押すこと、えー、回すことで、えー、モードを切り替えることができます。でデフォルトで入っているのがサンプルラットの1はちょっとねウォーム系それから2はねちょっとクールトーンで3はさらにね えー、淡いい色っていうんですすかねになっていますで、えー、全くね、えー、そのエフェクトなしというものが入っていますで今まではこの Vlog というところに10種類登録ができたと思うんですけども今回はね全てのモードに登録することができて39種類ままで、ねえー、登録が可能になっていますそれから濃度調整それから流状カラーノイズっていう効果も追加で行えるようになりました。で これがね本当に面白いと思うんですけどものね重ね合わせが可能になっていますもうねフォトショップのレイヤーのようなねそんな、えー、関係性になるかなと思います。それからねどのぐらいの効果を効かせるかっていうね、えー、ものも調整できるのでいや本当にねフォトショップをいじってるかのようなね操作感覚でカメラ単体でそれがね楽しめるというものになっています。この辺はね、えー、もう本当にあの想像 力をね膨らませればいろんなものが作れるというふうになっていますそれからですね今回の s 9の発表と合わせてですね新アプリルミックスラボというものが用意されましたこれでね簡単にスマホとシェアしてですね画像を送って です,ぐにアップするとというこので180万ドットの液晶モニターはですねこれいわゆるフリーアングルバリアングルのタイプになっているのでこちらもですね臨機応変に使えるとそれから動画ですねこんなに小さくても 6K30P それから H265 に対応したかなり本格的なねものが楽しめますで気になるねバッテリーなんですけどもこれはですね DMW の BLK22 っていうね、えー、これ S5 Mark II と全く同じものがこちらにもね S9 にも使えるようになっていますなのでもうこんな小さくてもですねこのバッテリーなのでかなりロングライフで使うことができますし S5 Mark II をね持っているユーザーであればこれをねセカンドカメラとして使った時にですね、バッテリーは共通化できるっていう意味ではすごくありがたいんじゃないかなというふうには思います まあ、あのメディアはです、ね、SD のシングルという形になるので、まあ、こちらはですねさすがにこの小さいのでねデュアルスロットではないんですけれども、まあ、大きなね容量を入れておけば1日ね撮影十分にねこなせるんじゃないかなというふうには思います、えー、気になるね、えー、価格と発売日なんですけれども、えー、まず発売日は6月20日発売予定という形になっていますで価格はねボディ単体で20万8000円前後 という形でそれからレンズキットがですね2つありましてまず1つが K キットこれがですね2060の F3.55.6 これがセットになったモデルが24万1600円前後それから H キットこれは 28200mm ですねかなりのね購買率ズームこれ F47.1 マクロ OIS これは28 7000円前後という形になっていますそれからね 今日も、ね、結構撮影をしたこの一緒に発売発表されたルミ、え、ッ、ー、クス S26mmF8 これはですね3 1900円前後という形になっていますただですねパナソニックさんすごくね、えー、嬉しい発表をしてくれまして、えー、発売キャンペーンという形で6月20日から9月1日までにね、えー、購入して9月15日までに応募をするとですね漏れなくこの パンケーキレンズがもらえるというようになっています。これはとってもね。嬉しいですね。価格的なねことを言った時にね。すごくね。気になったのは、えー、もしかしてこの s9 の最大のライバルは lumix S5 Mark II なんじゃないかなというふうに思ったんですよね。実はね。これすごくね。ハイエンドで高機能な形のレンカメラになってるんですけども、なんとですね。今 市場売価が24万7500円前後という形でこの S9 とね価格差4万円しかないんですよねそうなるとファインダーもついているという形になるので、まあ、そちらの方がね魅力的に感じる人も多いんじゃないかなと思いますまあもちろんこうやって,て小さいという、えー、この辺はねステータスっていうのは他にはねないので、まあ、そちらのね価格差をどう考えるかという形で判断してもらえばいいのかなというふうには思いますただね この 26mm がもらえるという形なので、まあ、それまで含めると価格差7万円というふうに開くというふうに考えてもいいのかなというふうに思います。なので、まあ、それを、ね、どう判断するかでどちらを買うかというのを決めてもらえればいいのかなというふうに思います。はいえー、この、ね、S9 の発売となる6月20日なんですけども、デジタルカメラマガジンの7月号もね、 全く同じ日に発売となります。そちらでもですね。この s9 と26ミ、mm、リをましっかりレビューをしています。写真家は小室美穂さんになりますこちらもね。合わせて確認してみてください。